主勲章は各種団体が制定する表彰の一つ。衣服に着用して検証されたことを示す記章が送られる点が主勲章との違いである。消防機関等地方機関の一部で職員に授与される堺井明として制定されている。日本では兵庫県神戸市が神戸市消防表彰規則施行規定において表彰記章の一つとして主勲章を制定しており、 人命の救助または救出もしくはその協力した消防職員、火災、その他の災害または事故等に際しての警防防除行動もしくはその協力をした消防職員を対象に消防士勲章を授与している。しかし、実際には日本でこの名称を有する表彰気象は多くなく他国のものに当てられる訳語として使われることの方が多い。英語圏で ディスティングイッシュとサービスオーダー及びディスティングイッシュとサービス、メダルと称される賞が日本語では主勲章と訳されることが多い。しかし特に DSM には国家の勲章であるものから任意団体の表彰起賞までありそれぞれの価値は大きく異なる。また同じ国家の勲章の範疇に入るものでも DSO と DSM では両者のは格式に 大きな差がある。日本の書籍等では、メダルは全般あるいはその一部が、貴重に分類されるもので、この区分けは著者によっても異なる。それに対して、受賞者に国が授けられる、オーダーは、例外なく、勲章として扱われている。DSC のようなクロス章は、オーダーとメダルの間に、位置づけられる、日本にはない概念の章で、メダルと共に、デコレーションの概念に分類される。 イギリスの場合、通常の十字章は全オーダーの回で全メダルの上位に位置づけられており、ビクトリア十字章とジョージ・クロスだけは例外的に全オーダーより上位に位置づけられている。一方、アメリカの場合、十字章の次に同じ名称のメダルが位置し、その下に別の十字章が置かれている。アメリカ合衆国には制度上オーダーが存在しないので、 主君賞と訳されているものはいずれもディスティングイッシュとサービスメダルであり、様々な組織に同盟の賞が存在する。軍関係では陸軍、海軍、空軍及び沿岸警備隊で制定されており、海兵隊の将兵には海軍のものが授与される。これらの賞は同格とされ、その上位に国防総省のディフェンスディスティングシュドサービスメダルが置かれている。 主勲章の授与基準は、責任ある重大な任務における特別な功績、とされており、序列は最高勲章である、名誉勲章及び、各軍の十字章、海軍十字章、空軍十字章の次にディフェンス、ディスティングシュドサービスメダル、そしてその次に四軍の主勲章となる。イギリス軍には、ディスティングイッシュとサービスオーダー、ディスティングイッシュとサービスクロス及び、 ディスティングイッシュとサービスメダルがあり、DSC は主君十字章と訳され、DSO と DSM が主君章と訳される。そのため、DSO はこと公君章等と訳される場合もある。DSO は敵前における優れたリーダーシップにより抜群の功績を挙げた、イギリス及びイギリス連邦諸国全軍の将兵を対象としたオーダーである。 1993年の英天制度改正前は、抜群の戦果を挙げた、イギリス及び、イギリス連邦諸国全軍の将校、あるいは戦時に、海軍へ徴用された商船の士官が、対象とされていた。授与条件である、戦果には、ビクトリア十字章のような器用の形態に関する、条件がなく、あらゆる任務に対して送られるため、優れた指揮官が多く受賞している。 制度上は、歌手官、兵も受賞できるようになった現在でも、授与基準にリーダーシップが加わったため、実際の受賞者のほとんどが上級将校である。DSM は、戦闘海域において、抜群の武勲を挙げた、歌手官、兵に贈られるメダルである。対象は当初、イギリス及び、イギリス連邦諸国の海軍及び海兵隊の歌手官、兵のみが対象だったが、 第二次世界大戦中に拡大され、海軍へ徴用された、商船乗組員や海上任務の陸、空軍の可視官、兵衛も授与されるようになり、これらに相当する外国人へも送られた。1993年に廃止された。1993年改正前の DSC は、DSO に相当するほどの功績ではないが、戦闘海域において、抜群の武庫を挙げた。 仲裁下の将校に送られていた。当初はイギリス及びイギリス連邦諸国の海軍及び海兵隊将校のみが対象だったが、第二次世界大戦中に拡大され、海軍へ徴用された商船の士官や海上任務の陸空軍将校へも授与されるようになった。また、これらに相当する外国士官へも送られた。1993年の英点制度改正により、 DSM は廃止され、従来同省の対象となっていた、可視官兵にも DSC が授与されるようになった。そして、ビクトリア十字章に値するほどではないが、より大きな武勲を挙げた将兵を対象とした、コンスピキュアスギャラントリークロスが新設された。同省に該当するケースとしては、従来 DSO が授与されていたが、授与基準変更によって追加された。 リーダーシップの条件には該当しない功績が挙げられる主勲章がイスラエル国防軍第三位の勲章として1970年に制定され2016年までに計601件の授与が行われている主勲章の上位には武勇気章、勇気気章が存在するありがとうございます